や今回ね初めての配信っていうことで、まあある程度俺の X とか見てくれてる人はどんな感じの人間なのっていうのは分かってるとは思うんだけど、改めてね今回いろいろと用意したんですよ。はい、要の名前の由来ドン。特にないです。かっこいいからっていう理由でつけました。要はね、これねこう言うとさすごい俺適当な人みたいじゃない。まあ実際適当なんだけど、まあでもこれにもねある程度意味はあって、まあ後付けなんだけど、グループの要になりたいなっていうと、これは完全に後付けで、本当の理由っていうのが、要ってさ、まあなんていうかよく名前としては見かけるじゃん。すごいなんか独特な名前っていうわけじゃないじゃんね。うちのところにも甘夢レムとかいるけどさ、甘夢って聞いたことねえよみたいな。カナメってめっちゃなんだろう、ひらがな3文字だしね。そうで、なんでこれにしたかっていうと、めちゃくちゃいるからこそ埋もれちゃうんじゃないかっていう。でもカナメ界で一番になれば、カナメイコールクロノバのカナメになるじゃん。それってかっこよくない？カナメっていう結構普遍的な名前で、そこで一番取るのかっこいいなっていうので、俺あえてカナメでいこうと。あの某ね某社長にはお前適当すぎるだろうと言われたけど、いやいやいやそんなことないよ。はい、そうですね。じゃあ次にドン。みんな誕生日もすごい聞いてくれてた。誕生日俺途中でね、あーこれ載せ忘れてたと思って載せたんだけど、誕生日9月の25日天秤座です。天秤かっこいいよね。もうコメント汗えな。そう、もう誕生日同じ人も何人かいるみたいだね。覚えておきます。みんなちゃんと手に書いといて。みんなメモ取った？これテストに出るからね。うん、はい。で、続々いきますよ。結構用意してるから。はい。で、血液型は O 型。輸血しやすい。めちゃくちゃ輸血しやすい。血液型の話みんな知ってる？ O 型めちゃくちゃ輸血できるんだよ。だけど、O 型は O 型かしからもらえないから、そう、みんながね、出血されるようになった時は、要に一歩入れてくれ。何もできないけど、O 型の人は俺に血をくれ。はい。で、次ですね。これ、めちゃくちゃ多かった。オーディションを受けた理由。あーって。いやね、みんな、やっぱり気になるんだ。俺がなんでここに来たのか、なんで黒の場白のリーダーをやってるのか、どうしてこんなにカリスマ性があるのかね、気になると思うんだよ。はい、これねどうしようかな、教えてほしい。じゃあ発表します。僕がオーディションを受けた理由、ノリです。はい、これはねちょっと大丈夫かな、初配信でこんなこと言って大丈夫かなって、もう俺はビクビクしながら配信してるよ。後から怒られたら反省します。まあこれ結構本当のことで、多分ここぐらいは言っていいと思うんだけど、ちなみに僕はオーディションの志望動機のところにもうカタカナ2文字ノリで書いてます。いや俺正直なんだよ。でもこれ勘違いしないでほしいのが、別に俺のノリっていうのはすげえ適当っていうわけじゃなくて、その俺の元々の考え方的に、まあセリフにも入ってあったと思うんだけどさ、なんか俺は君を楽しませるけど君は俺を楽しませてくれるのっていうのと同じように、俺はね本当に面白いものが好きなのよ。面白い環境とかが。でちらっとそうボイシングがオーディションするって聞いて、面白そうじゃん、なんかその先の未来どうなるかとか別に展望があるわけじゃないけど、なんか面白いことになりそうだなって思って。でもなんかさ正直志望動機のところになんかいっぱい書くこともないな、でも一言で表すならそうだな、簡潔にみたいな書いてあった気がしたから、ノリって書いた。ああ、いや、でもね、正直、俺はノリでここまで来たけど、命かけてるからね、本当に、マジで。ノリでここまで来たが、ここから先上を目指すっていうのは、そういう適当なもんじゃなくて、今みんないっぱい来てくれてるけど、みんなとマジで、本当に、あんまり他のグループの名前とか出さないけどね、俺一番取りたいと思ってるから、ね。っていうことです。はい、ちょっとここあんまりこの画面ずっと出しておくとさ怒られそうなんで次に行きますね。はい、トント。好きな人のタイプ、みんなこれもすごい多かった。好きな人のタイプ、そんなに気になる？俺が好きな人のタイプ、俺が好きな人のタイプは、変わった人です。まあさっきの話と一緒だよね。読めない人、なんかなんだろう、ずっと人と関わってるとさ、俺はなんか人をこういう、この人はこういうタイプだなとか、なんかタイプで分かってくるようになっちゃうんだよね。でも読めないのって面白くない？この人次何するんだろう、おいそんなことすんのかよってなりたい。だから俺は変わった人、読めない人が好きかな。まあそれで言うと、うちのグループには変わったやつらしかいないから俺は毎日楽しいけどね。すごいなんかね、クリエイティブ魔王さんは名前が出てますけど別に嫌いじゃないけどね。
はい。で、苦手なこと、これはもう早起き、早起き一択だよ。もう早起きが一番嫌い、一番嫌い。マジで俺も最近命をすり減らしながらおはようツイートしてる。マジで多分だんだんと俺のおはようツイートの時間が遅くなるかもしんない。本当にね、朝、いや起きるんだよ、起きる。一回パッて目が覚めんの、早い時間に。で、最近まだ寒いじゃん。なんか最近、てか普通に最近寒いよな。まだそう、寒いとさ二度寝したくならんか。俺はめちゃくちゃ二度寝しちゃうんだよそこで。で、気づいたらあれおかしいなとなんだこれ。そう、ちなみに昔友達に遅刻した理由で文化祭の夢見てたから遅刻したみたいなわけわかんない話もしてたりとか本当に俺の遅刻エピソード、早起き苦手エピソードはね無限にあるんだけど、まあそれはおいおい配信でも話していくことになるんじゃないのかなもしかしたらね、メンバーにもすごいいじられる日が来るかもしれないけど。はい。で、次、やってたバイト、これね、まあ俺の昔を掘り返すとするなら、ちょっとね、仕事とかに関してはちょっとお口チャックでね。まあこれは学生時代やってたバイトは塾の先生と飲食店で働いてましたね。そう、塾の先生楽しかったけどな。めちゃくちゃね、やっぱりあれなんだよ、個別で教えてたんだけどね、勉強を教えるより何より難しいのは小学生の子とかを椅子に座らせること。本当にマジで俺それの記憶しかない、塾講師の時の話は。で、飲食もねやってたんだけど、もうちょっとそこの店員さんとそれが合わなすぎてすぐ辞めちゃったけど、まあ飲食もやってましたよ。なんか履歴書みたいになってきたね、だんだんと。はい、まだまだあります。はい。学生時代の部活、これもめちゃくちゃ多かった。学生時代何やってましたかって。なんでみんなまだ俺が、わかんないじゃん、俺まだ高校生かもしれないじゃん、なんなんだよはい。中学校の頃が剣道部で、あ、ごめん、これ高校って付け忘れてたわ。高校天文部入ってました。剣道はね熱くてやめちゃった。結構なんか剣道ねやってる子とかもいるんじゃないの、この中にも。結構剣道ずっとやってると喉ガラガラになっちゃうんだけどね。うん。そう、なんで高校で俺が天文部に入ったかっていうと、まあ、中学校までに運動しすぎて疲れちゃったので、ここ入ってなんかいい部活ないかなって思ってたら、君天文部入んないって言われて。で、まあ俺好きなものに天体観測とかそういうの入れてたけど、いやそれがきっかけなんだよね。その時に望遠鏡でさ、みんな土星って見たことある？あの輪っかがついてるやつ。これ話全部つながってるんだけど、俺のサブアカの名前かなちゃんサターンってなってんだけど、サターンって土星なんだよね。で、俺土星をそこで初めて見せてもらって、望遠鏡で見るとさ、土星の輪っかってちゃんとはっきり見えんのよ。そう、それで、もう宇宙ってあるんだって思って、それからすごい宇宙とか星がすごい好きになってって感じですね。そうなんだよ。だからみんながなんか考える、結構俺青春だったわ。なんか夜学校の屋上に行ってみたいな。だいたいなんか屋上立ち入り禁止なんだけどね、勝手に入ってたもうこれ時効だろ。あ、高校の先生怒んないで、これ見てても怒んないでね、教育に良くないと怒られそう。はい。で、運動は勉強どっちが得意っていうのもありましたね。いや、どう考えても勉強だろ。おい、勉強の方が楽に決まってるだろ、運動より。何を考えてるんだ。いや、運動はね、めちゃくちゃ元々の生まれも関係するわけよ。その筋肉のさ、つきやすさとかさ。そう、でも勉強はマジでやり方次第で誰でもできるから。そう、なんか結構タイムラインを見てたら受験生の子とかね多かったから、まあ俺は別に勉強教える配信とかしないけど、マジでね、勉強はやり方です。運動は正直苦手だから、本当ね、運動苦手なんだよ。はい。出身どこっていうのも多かったね。出身は内緒。これはいずれ言うかもしれないけど、今はまだ内緒。ちなみにど田舎だよ、全然東京ではない。ほんとね、だから東京とかなんかすごいあれだよな、コンクリートジャングルすぎて、最初東京来た時びっくりした。すげえなと。なんか人が多すぎ、マジで。いつか俺は虫のいない田舎に引っ越したいなあれ虫嫌いなんだよね。そう、ビル高すぎない？東京駅あたりとかやばすぎない？うん、そう、虫嫌いだし。まあでも言うてね、都会も虫はいいんだけどね。はい。そして次、好きなものはこれ。あー、やっと言えた。好きなものはお酒です。皆さんどうぞよろしく。黒のリバース、白のリーダー、かなめです。もうこれね、初配信の時に言いたかったの。本当はあのね、司会の人にっていうか、あんまり名前出さないようにしてるだけなんだけど、好きなものとかってないのって言われて、本当はね言いたかった、あ、お酒ですって。お酒
お酒ですって言いたかったっていうか、でもこれに関してはまあ見てくれた人はわかると思うけど、まあ先日出された動画でね、酒飲もうや酒とか言ってるからもうわかってると思うんですけど、そうお酒が好きですね。まあ散歩とかもすごい好きなんだけど、でも一番いいのはお酒飲みながら散歩して天体観測することだよ。でそこに音楽とか回ると最高だね。そうなのよ。いやいつかね、クロノリバース集出したいな。ちょっと五感良くないからやっぱやめるわ。はい次。これね、おいこれは何、俺は正直こんな俺詐欺師って言われると思わなかった。詐欺してるんですかって、詐欺してるんですか、俺がしてたら言えないから、してても言えないよ、してないけど、詐欺師もう本当にね。で俺さっき気づいたの、これ配信の前にこれ見てて、これちなみにさ、某魔王様が作ってくれたんだけど、この背景とかなんかね、俺んところ上見える、みんなちっちゃすぎて見えないかもしんないけどさ、この左上の方にさ、なんかすんげーちっちゃくさ詐欺師とか書いてあるのね。こいつお前何なの、嫌がらせの仕方がすごい、もう嫌がらせの仕方がせこすぎるんだって。詐欺師印のありがたいけどね本当に俺怖いよ。ここら辺もクロノリバースが書いてあるのもさ、ちゃんと読まないと怖いよ。これ全然違うこと書いてあるかもしんないからねかもしんないからねまあ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 、詐欺してました、すいません。999日後にデビューするとか言ってました、すいません、あれは嘘でした。999日後じゃなかったね。それとほんとマジでありがたいことなんだけど、あれ1日で目標の 150% 達成してしまって、ちょっと侮ってたわ。みんなの力侮ってました。あれちなみにグループのメンバーみんなで考えてやったんだけど、うん、でその後ね、俺ちゃんとちょっと集計とかをしてて、で計算してたのよ。ちなみに999日後のカウントダウンが始まって3日4日目ぐらいかな、計算したら6年分ぐらいもう加速してました。僕たちはなので、クロノリバースは結成5周年です。皆さんどうぞよろしく。ごめんな、新人歌い手グループって嘘ついて。もう5年前ぐらいにデビューしてたらしいわ。レジェンドになっちゃった。ごめんな。一番上になってしまった。5周年おめでとうございます。ありがとうございます。